地方福岡県福岡市博多区、住吉住吉は、福岡県福岡市博多区の地名で、中洲の南側に位置する。現行行政地名は、住吉1丁目から住吉5丁目。2017年現在の人口8647人、郵便番号は812-0018。博多川、中川の右岸に位置し、旧住吉町の北半部に相当する。 東側は、祇園町、博多駅前である。地区内を東西に住吉通りが貫く。北は国道202号にわずかに接する。東は国鉄通りに接している。住吉のうち、一丁目は商業地であり、キャナルシティ博多がある。それ以外の地域は商業地、または住宅地であり、集合住宅が多い。地区内のほぼ中央である三丁目には、 住吉神社がある。住吉通りの南側には、住吉小学校があった。住吉中学校は、南区清水町に存在し、住吉高区とは、最大2 4キロメートルも離れ、高区内全域で中川を渡って通学していた。これらは、2015年に合併し、旧美野島小学校跡地に移転、住吉小中学校となったため、問題は解消した。しかし、 同様の問題は、今もなお春、吉中学校に見られる。また隣接する、中央区春基地などと合わせて、ゲイバーなどが多く集まるゲイタウンとしての顔もある。キャナルシティ博多かつては、中郡住吉村の一部であった1889年に、春、吉村と合併して住吉村大技住吉となる。1922年に、住吉町が、福岡市に編入され、 住吉も福岡市の一部となる。戦後の1962年以降の町名町会整理により一部が渡辺通りや清川等に分割され、1969年に残ったエリアは住吉、三ノ島となった。AB、登録人口。2017年8月13日閲覧。AB、住吉の郵便番号日本郵便。 2016年12月23日閲覧。ABC 角川日本地名大辞典40、福岡県。ありがとうございます。